あるるじゃねえか。しかしあんた、今日は様子がちょいとおかしいな。悪いものでも食べたのか。僕は普通だよ。自分のことを普通っていうやつが一番普通じゃないって話だぜ。普通かそうでないか、ぷよ勝負すればわかると思うよ。そうだな、レッツぷよ勝負。最後のスポットであるこの場所でぷよぷよ勝負を行ったことで全ての条件が整ったよ。え、何？どういうこと？これで空間の歪み的なものは本格的に大きく広がり、世界を埋め尽くすほどの大量のぷよぷよが一斉に降ってくるはず。話と違うじゃん。アルル、なんでそんなことするんだ。わあ、空が異常に明るくなってきたよ。